特に欧州債務問題は最も意識しておくべきリスク要因です。昨年夏から年末にかけて欧州債務問題の影響により国際金融資本市場の緊張が高まりました。その後、欧州中央銀行の流動性供給などから市場は一旦落ち着きを取り戻しましたが、最近は再び神経質な動きが続いています。もっとも中央銀行による流動性の供給という対応はいわば時間を買う措置であり、その限られた時間を使って各国政府や関係当局が欧州経済の持続的な成長と安定へ向けて着実に対応を進めていくことが不可欠であります。すなわち本年2月から3月全般にかけての円高修正は何よりも欧州債務問題の改善に伴うリスク回避性の後退を反映したものでありましたし、その後の再度の円高の動きは逆方向への変化を反映したものです。いずれにせよ円高が日本経済に与える影響については企業マインドを通じる影響を含め日本銀行としては注意深く見ています。この中に